11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は、邪妖がうごめく眠ることのない夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これは夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、強行帳面。こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか。まあ、君が今回の司祭。リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから、何年ぶりだ。そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ。お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、
私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん。なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって、私とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーテス、この島あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アーナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ロシエクロックが反応しているということは。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ。エルマン！なんだ。ジャーコエリ LEA！ セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちはセルバン、うん、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。カンフェンライエイゼン。はいはい、
頼りにしてますよ。
移ろう時のごとく、流れる水のごとく、忌むべき地をあるべき地へと送り出せ。はい、これでもう大丈夫。ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？ああ、この猫ちゃん。アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？お腹空いたのかにゃ？ルリーです。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーネス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ、まだ夜が潜んでいるみたい。気を抜かずに行きましょう。あ、情が溢れ出してる。なんて数だ。アーネス、あれを。これは赤い月？そんな、まさかあれはミラだ。知っているの、ユリーディス。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて、つまりあれが見えるということは、また世界が常しえの夜に包まれようとしてる。
どけ、リュリーティスを助けるんだ。はっ、天体落ちろ。はっ、天体飛べ。一戦、すべての邪妖は私が滅ぼす。はっ、天体飛べ。はっ、天体落ちろ。ふっ、天体教皇庁のホテルか。仕方ない、あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度教皇庁の協力者と交流するか。
ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。はい、はい。アーナス様でございますか？はい、ご到着でございます。はい、はい、かしこまりました。では、あんたは。ホテルエンデの支配人でございます。あんた、支配人ってことは教皇庁の協力者か。私は騎士のアーナス。大変なことになった。リュリティスが、司祭がさらわれた。早く助けに行かないと。どこか心当たりはないか。教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園、現在はローズガーデンとなっている。以上でございます。教皇長命、もうそんなことまで分かってるのか。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全の準備を整えて出撃なさってください。言っていただければ戦いに役立つ品をいくつかご案内できます。そうか、じゃあお願いするよ。Thank you.
これは。浄化開始。ここか。お前、ルリーですね。お前も。わかった。一緒にルリーですを助けに行くか。
術全開。これ、よりしろじゃないか。久しぶりに見つけたな。よりしろは妖魔の慈しみ。アクチュア、久しぶりにやってみるかな。わあ。なんだよ。わあ、スイパイ。わかったよ。じゃあ、後にしよう。お前も何か見つけたのか。これは指輪か。歪んでる。誰だ。飲み込むんじゃない。何の指輪か知らないけど飲んじゃダメだろう。どうすんだよ、もう。と集まれ。ふっ、せっ、えっ、まだまだ、すべての邪用の、私が滅ぼす。一戦はっ、せっ、はっ、落ちろ。切り裂く。はっ、停止さ、落ちろ。はっ、停止さ、落ちろ。すべての邪用は私が滅ぼす。ふっ、落ちろ。一気に攻めるぞ。フッ、テイタン。フッ、テイタン。落ちろ。フッ。
の支配人でございます。アーナス様でいらっしゃいますね。支配人？どうしたの？胸騒ぎがしまして、一旦ホテルにお戻りになられた方がよろしいかと。戻るタイミングは自分で決める。それよりこの電話は何？なんでこんな場所にあるんだよ。隣には変な扉もあるし、支配人何か知ってるんじゃないの？すみません、ちょっと電話が遠く。わざとだろ、今の絶対わざとだろ。次へと。We love you this, Fan Princess Alpha! こら、勝手に行くな。ここホテルか。お帰りなさいませ、お嬢様。
ダダイモ、戻るつもりはなかったんだけどね。それよりこのエレベーターって一体何なの？あんな場所とつながってるなんてどう考えてもおかしいだろう。こちらの建物は元は猿妖魔の君の隠れ家だったという噂です。何が起きても不思議ではありません。妖魔の、そうだったのか。お嬢様ならそのエレベーターで望む時に望む場所へ行けるかもしれません。もちろん何か条件はあるでしょうけれど。望む時に望む場所へね。せっかくホテルに戻ってきたんだし、アクチュアライズしてから行こうか。